まちゃん、蓮田さん、こんにちは。こんにちは。ということで、今日は USD マミヤさんね、はい、お邪魔してますけれども、今日はウェッジの、はい、まあ、シャフトをちょっといろいろ試打していきたいなと、はい、ということで、まあ、今回僕たちがいろいろ打つんで、まあ、蓮田さんに商品説明をしてもらって、はい、はい、まあ、ちょっとこれがああだこうだとか、あれがこれでみたいなあれがこれが、はい、もうしてもらいたいなと思います、ね、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあまっちゃん、まずはちょっとクラブじゃあ紹介してもらおうか。全部58度で、はい、まっちゃんがいつも使ってる、まずは58ね、ダイナミックゴールド、まずちゃんと、ね、S200 S200 で、はい、ヘッドがまあテーラーの、まあ、58度ですね、はい、はい、あとはで、シダクラブ1本目がアッタスアイアンの、うん、100g の SX、 アッタスアイアンの100、はい、ね、これ僕ら使ってるやつだよね。そうですね、うん、アキラのアキラのね、58度で、次が、はい、アッタススピンウェッジっていうスピンウェッジ、ウェッジ専用の、はい、カーボンシャフト、カーボンシャフト 100g、はい、これもアキラの58、はい、58、はい、100ですね、100、うん、で最後ちょっと125になります。125、ウェッジ専用の 125g のやつ、はいはい、でヘッドがまたこれアキラのちょっと違うヘッドなんですけど、ね、58、はい、このスピンウェッジは、はい、100と125なんですか、はい、あと80もあります。80もあるんですか、まあ、じゃあ3種類から、まあ、選んでいくっていう感じですね。はい、じゃあアッタサイアンのやつは、はい、まあ色々、まあ、僕らは10、100使ってるけど、まあ、90とかもありますもんね、はいはい、80とかですね、ありますよね。90がないですね。あ、90じゃない、90じゃないです。80適当なこと言わないで打ち合わせしてないです打ち合わせしてないアッタサイアンは115とかあるんですか。ありませんあるんですね、はい、まあ、それはもうカタログ見てもらったら分かるから。そうですね、俺の口からやるよ確かに信用ないですもんね。信用ないから、はい、だからちょっと今日は打ってどれがスピンかかるのかとか、はい、まあ、どれがそのなんていう振りやすいかっていうのをね、はい、まあ、やっていきたいと思うんで、ね、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあマッツさん、まず打っていこうか。ダイナミックゴールドからね、まあ、もう自分のクラブですね、うん、まずはそれで50ヤード打っていく感じですね。50ヤードですね、はい、なんて言おうとしたんですか今それでって何か言おうとしなかったですか。ちょっと早く打ってもらっていいですかいきます、50ヤードいきます。何ヤード？43ヤードです。あ、50ヤード、あ、40、ここ43ヤード、43ヤード、ちょっと良かったですね。ちょっと感が悪いですねで今、まあ、43ヤードだとスピン量がいくつぐらいなんですか。7195です。これは多い方なんですか。普通ぐらいですね。普通です。58度だったら普通大体7000から8000ぐらいな感じとですね、うん、50ヤードだね、まあ、50ヤードぐらいだとそこまで大きく大きく変わらない。もう一回ちょっとお待ちあんってさ、はい、ちゃんと50ヤード打ってもらっていいですか。わかりました、はい、すいません。43ヤードじゃ測れないよそりゃ。いきます。お願いします。あれ、はい、怪しいぞ。測れてない、測れてない、危ね。今ちょっとね、うん、ワンタッチがいいですか。これ大丈夫ですよね。大ちょっと待って、一応 T に、あ、T が反応するんですね。そういうことですよ。そういうことですね。ちゃんとせなさい、マッツァ。いや、もうこんなにいい機会で、ね、知らないですよ知らないからお願いします。いきます。軽くない？ないしょ。いや、すごくないと思うんだね。お、すごい、ぴったり50、ぴったり50、はい、8200、まず10ヤード近く飛んだからそのぐらい伸びたって感じなんですね。そういうことですね。打ち出しとかは どうですか。なんどんくらいの角度出てるんですか。打ち出し角が29度ね、うん、なんとなく頭で覚えててください。29ですね、はい、今50打って、まあ、いい感じで打って29度の8000、はい、オッケー。じゃあ今度さ、はい、まっちゃん僕たちが普段使わせていただいてる、はい、アッタサイアン、アッタサイアンですね。アッタサイアンのシャフトで、はい、多分ね振りやすいと思うんだよね。まあでもいつも使ってますからね。いつも使ってるんでちょっと今データ打ってるんで、はい、でもそのアッタサイアンさ、僕らはピッチングからマッチャン入れてるじゃないですか。はい、ウェッジもいいかもしれないですよね、これで良ければね。そうですよね、ね、振りやすければ。いきます。お願いします。あ、上立っちゃいました。うん、ちょっと下入ったのかな。ちょっと5ヤード飛びました。そうだよね、ちょっとワンタッチ入った方もスピン量が減って、うん、もう一回お願いします。はい、打ってる感じがやっぱりちょっと違うよね、ダイナミックゴールドね。そうですね、52ヤード、6700、ちょっと少なめですね。ちょっとスピンが減る。そうですね、で打ち出しは高くなりました。トゥーダウンしてる、これトゥーダウン
ちょっとしてますね。ちょっとしてるよね。そういうことだ、抹茶。ちょっとね、多分垂れてんだよね、シャフトが多分違うから。違うからですね、うん。僕は全然そんな感じはしないですね。してない。はい。僕の感覚に問題がありますね。音でわかるじゃん。まあそれはわかりますけど、こう振ってて、うん、垂れてるなとは感じない。感じないんだ。振りやすさはどう？はい。振りやすさ。振りやすさは振りやすいですよ。ああ、そのままっすね。ちょっともう打ってもらっていいですか？打ち出し角がさっき29だったのが、スピンが少ないからね。31になって。ポッコンだよ、でもポッコン。それは。そうですね。うん。下入ってんな。もう入っちゃいますね。うん。距離はいいんですけど。ポッコンしてちょうどいいよね。はい。まあ、ポッコンするってことだね、まっちゃんね。いや、そこまで言ってない。玉が柔らかく、うん、柔らかく止まる玉が出ます。どう、激スピンできる？ちょっと難しいですね。難しい。まあ、じゃあちょっとさ、これは、はい、まあ、今うまく打てなかったから後で僕打ちたいと思うんで、はい、まっちゃん、あのスピン、あったすスピンアイアンですか？はい。じゃあスピンウェッジ、はい、100の方からいきます。100からいきましょうか。はい。はい、だ振り心地がやっぱり普段と違うから。そうですね、うん、やっぱりスチールシャフトとカーボンシャフトでは違うよね。全然違いますね、まあ、そもそも総重量が多分結構違うからね、はい、感覚の問題も多分あると思うし、まあ、いきなりは難しいと思うんですけど。そうですね、うん、じゃあちょっとこれはスピンウェッジ100。スピンウェッジ100ですね。はい、よし、いきます。お願いします。まあ入りますね、ちょっと腕の問題か。距離はいいんですよね。まあ、まっちゃんで打ってやっぱりスピンが少ないよね、その下に入ってるからね。うん、ちょっと息もっきりですか。もちろん。これはまあまあすか。ちょっとやっぱ低く出たよね。そうですね。うん。まあ48ヤード。うん。まあ7000回転。7000回転ね。はい。打ち出しが29。ちょっとスピン少ないね。そうですね、うん、7000ぐらい、はい、じゃあ最後、最後は、はい、125のスピンウェッジですね、はい、でまっちゃん全部打ち終わったら僕変わって打っていきますから。わかりました。まあ、普段ダイナミック使ってるなら、はい、だいたい重さは125が一番近い。近いですか。近いですよね。うん、そういうことです。だからこれ待ってましたよ。最後にこれで手前入んなきゃいいんだよね。そうですね。だから皆さんのその選ぶ基準になるんですよね。まあ、普段105とかのダイナミックゴールド使ってる人は、はい、まあ、100選んで。そうですね。普通のダイナミックゴールド S200 とか使ってる人は、まあ、125がいいのかなっていう。うん、おー、いいですね。抹茶がうまくいけばね。これ1球目かかってますよね。いや、それは大事よ。いや、1球目かかってるっていうか、はい、さっきから全部かかってるのよ。全部大事なんですよ。いきます。はい。お、でもやっぱちゃんと入るね。そうですね。うん、ちょっと弱かったですけど、ちょっと4ヤードで弱かったですけど、うん、いやいや、でもでも7000。あ、そうですね。はい、7273。まあまあですね。まあまあ、そうですね。球、うん、低くなってます。球がちょっと低くなってるんですか。うん、多分低スピンですね。低スピン、まあでも好きなやつですね、皆さんが。はい、思いっきりいきます。お願いします。あ、でもこっちの方がちゃんと入るね。綺麗に入ります。うん、でその重量とかってやっぱすごい大事なんですね。大事なんですね。うん、ちょっとやっぱスピン少ないですけど、まあ多少ヘッドが、あ、ヘッドもまあ違うし、違いますからね。まっちゃんのウェッジ新品なんですよ。そうです。ここで指導されまくってる。そうそうそう、新品だから。でも、まあ、はい、なんスピンはやっぱ入る感じはしますよ。入る感じする、はい、じゃあちょっと変わってさ、はい、僕打っていきたいと思いますんで。あ、これ重量で全然違うのが今初めて。まっちゃんのやつだからね、ちょっと打っていきたいと思うんですけど、はい、すいませんね、僕ので。ちゃんと用意して、俺の家置いてっちゃったな。自分の問題じゃないですか。え、あの、ゆうごさん、さっきどれでしたっけ。ま、あ、なんか SW みたいな。SW すっごい途中のとこでしたっけ。っていう話してるでね。そうですね、はい、ちょっとまず僕たちには分かんない話、ね、ちょっと分かんない話、ね、はい、まっちゃんがね、最近使ってるのこの58の、え、ちょっとあの、そうですね、新品なんで、はい、まあ、これとあとハイトゥー使ってるんだよね。ハイトゥー使ってます、うん、ちょっとハイトゥーの方がいいのかなって。ああ、それもあるかもしれないですね。はい、はい、よし、すいません。はい、和子さんも同じ50ヤードぐらいでいきます。50ヤードのイメージですね。はい、軽いな、あ、そのままか、
どうですか。8295。今何ヤード飛んだ。あ、キャリー50の52ヤードですね。やっぱ58だと感覚出るね。そうですよね、うん、そうですよねって僕の58どうですか。最高です。最高です。ちょっと強いな。55ヤードいきましたね。もう同じぐらいですね。はい、打ち出し角27、まあ、ほぼ28ですね。普段使ってるからやっぱり打ちやすいね。そうですね、うん、じゃあ今度アッタサイアンね。アッタサイアン、うん、はい、シャアイアンとかと一緒のやつですね。アイアンと一緒のやつ。これは多分ね、まあ、じゃあ言っていいですか。はい、今見て気づいたんですけど、これは橋添さんがサボってます。どうしたんですか。これはベースの磨きが足んないですね。はい、足んなくないこれ。いや、これボールのせい。ベースのせいじゃなくてボールのせい。ちょっと打っていきたいと思いますよ。これはマッコさん厳しいですから。さあ、ちょっと軽かったかな。何ヤード。ちょうど50ヤード。7000回転、うん、あ、ちょっとやっぱ軽く感じますね。軽く感じますよね。軽く感じる。なんかアイアンはそんなことないんですけど、ウェッジだと軽く感じますね。うん、これも同じぐらいの52ヤードで、そうですね、うん、まあまあほぼほぼ7000回転ちょっと、ほぼほぼ一緒ですね。まあ、キャリー51なんで、これは軽いっす。軽く感じますよね。やっぱりあの次100で多分100も結構だから軽く感じると思うんですよ。だから参考にしてもらいたいのは、まあ、スピン量もまあちょっと減ってますけど、はい、変えるんだったらなんかその同じ重量の方がいいです ね、 多分ね。僕たちと同じダイナミックゴールド S200 使ってる人はもしかしたら125の方が125の方がいいかもしれないね。ちょっと飛んじゃったな、花火。ちょっと60ヤード飛んでそうです。7600、うん、ちょっとこっちの方が重く感じる。同じ100かもしれないけど、はい、重く感じますね。バランスは D4。 ちょっと飛ぶな。ちょっと飛びますね。次125。でもこっちの方が振りやすいですね。ちょっと重く感じる分、そう重く感じる分振りやすいです。同じ100でもこれが最後125、はい、それはもう多分ほぼほぼ感覚は一緒だと思うんですよ。これくらいの重量感があった方がいいですね。やっぱりさあどうだ。ぴったり52ヤード、うん、おーナイスナイス。7700回転、7793、うん、まあまあまあ、あでもやっぱり振りやすいですね。あのアッタサイアンよりは、はいはい、このスピンの方が、あ、うん、振りやすい感じはします。強度が高いです、スピンウェッジは。あ、そうなんですか、はい、感じいいっすね、うん、感じいい。ちょっと飛んじゃったけど飛んで、うん、7858。スピン量は、まあ、多分このペースもあるかもしれない、新品具合もあるかもしれないし、サボりサボりサボってっからすごい磨いたんですよ。ちょっとやっぱ足んないね。足んないですね。そうですね、足んない、足んないんで、ワルフォー、ワルフォー、ちゃんと BGM 流してでもやっぱり振りやすいのは、はいはい、まあ、ダイナミックゴールド使ってる僕からすると、はいはい、このアッタスのスピンウェッジ、はいはい、125から100、はい、が打ちやすいかなっていう、はいはい、今ね、まあ、ちゃんあのカーボンが多分もうカーボンだったらまあ結構多分あると思うんだけど、スチールがほとんど在庫がないから、はい、そうなんですよね。だから買おうと思っても買えないんですよね。そうそう、工房とかで取れないって言ってるから、うん、この機械にね、はい、いくらするんですか。これ1本14000円です。結構高いです。高いですね。12000円。でもウェッジのさ長さってそんな変えることがないから、はい、まあ新しくするときにまたそのリシャフトして使えばいいからね。そうですね、うん、まあ、振りやすいんじゃないかなと思いますけど。ちょっと補足として一言いいですか。はい、どうぞ。まあ、アッタサイアンをウェッジに刺すと上がりやすくなります、球が、うん、上に上がりやすくなるんですね、はい、で、スピンウェッジは球の高さが抑えられて、まあ、スピンが入りやすくなりますよっていうものなので、少し
して球は低い傾向に低い傾向あるんですね。で全体的に結構しっかりしていて、うん、少し手元がしなりやすいっていうシャフトになって、そうなんですね。なので、まあ、ウェッジ、まあ、おすすめとしてはウェッジがフェアウェイの真ん中から引っかかっちゃう人とか、うん、っていうのはちょっとカーボンにしてみると、うん、その出玉が左に行っちゃうみたいなのが改善されたりしますね。まあ、でもこのスピンウェッジの方がフェースに乗ってる感は強いですね、うん、乗ってる感ありますよね。乗ってる感ある、うん、まあだから、まあ、変えたいなと思ってる人はね、まあ、参考にしてもらえればなと思います。はい、お願いします。てな感じでいいですかね、松さんね。いやもう十分ですよということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。また、はい、また今度は何撮るかですね、そうですね、はい、考えてやりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。